ドコモリーダーズのギアポポとキララです。今回は私たちのランドセルの中身を紹介したいと思います。ニコプチ TV。 ではまず私のランドセルから紹介します。このランドセルはニトリので買って、1年生の時は紫だったんですけど、気分が変わってエメラルドグリーンに買い替えました。なので今はこれを使ってます。では紹介します。まず大きいところは、これは筆箱です。あ、かわいい。ポケモン。この中には消しゴムと、あとはジェニーの定規と、あとはラブトキの鉛筆がたくさんあります。ラブトキの鉛筆、私も持っててすごいかわいい。で、私あとマッキーで終わりです。で、あとは給食袋と、かわいい。ちょっと待って、給食袋は何やってる？給食袋。あ、はい。全部見せちゃう。はい、お腹に。はい、ゼニガメの歯ブラシと、かわいい。全部ポケモン。これはポケモンのコップです。本当にポケモンいっぱい。東京リベンジャーズのファイルです。私も東京リベンジャーズ見てちょっとハマったんだけど、最近なんか新しいやつが出なくなっちゃったから、早く出してほしいです。で、これは計算ドリルと漢字ドリルが入ってます。どのドリル好きだったの？私はひふうくんが好きです。私はやっぱりマイキンくんが可愛くて本当に好きです。で、次はこれはポケモンセンターで買った連絡帳です。かわいい。ポケモンノートです。勉強用のノートです。おー、すごい。ディズニー。こっちは折りたたみ傘が入ってます。おー、すごい、かわいい。私も好き。ニコグ。あとこれはコビムの鏡です。かわいい。これはモルトコのエコバッグ。これはゲーセンで撮ったやつです。すごい。ゲーセンで綺麗ですね。これは絆創膏が入ってます。ここにはティッシュとかゴムとかが入ってます。これかわいいよね、ブロックの。いいね。で、これにはマスクが入っててもらったものです。これは鍵が入っててキーホルダーがつけてます。かわいい。これも定型線で撮ったやつで、ヒバニのヘアピンが入ってます。すごいかわいいんだけど。これはお守りです。で、私のランドセルは以上です。中身は全部ポケモンと、なんか好きなものをたくさん入れてるようにしてます。好きなものを入れてる理由は、勉強が苦手なので勉強が苦手です。以上です。じゃあ早速紹介したいと思います。ちょっと忘れちゃったんですけど、なんでこの紫色にしたかっていうと、やっぱり小さい頃紫色が好きで選んで、だけど2年生ぐらいになってからちょっと水色が好きになったんですけど、やっぱり今は紫選んでよかったなって思いました。で、このカバーはやっぱり私はくまちゃんが本当に好きなので、このくまちゃんグミみたいなやつのカバーをつけてます。まず大きい方から紹介していきたいと思います。まずこのポーチです。この中には日焼け止めとかハンドクリームとか鏡とか石鹸か紙石鹸とか櫛とか消毒液が入ってます。で、次はこのリピピのゲロにコンパスと、このくまちゃんののりとチキスを持ってます。で、次は水筒です。このちょっとデコデコしちゃってるやつは何回か落としちゃってこうなっちゃいました。で、次はこの折りたたみ傘です。最近ほとんど毎日持ってってます。次はこのラブトキさんの筆箱です。中にはラブトキさんの鉛筆やハサミとか、鉛筆削りとか、もちろんネームペンとかが入っています。で、次もやっぱりくまちゃんの。まあ、これは給食セットなので、箸と歯ブラシが入ってます。で、次はこの自由帳です。やっぱりくまちゃん。これによく絵を描いてます。
名前書く？自分のオリジナルキャラクターを描いたりして見せてもらえたりしますか？こういう、これはちょっと落書きなんで、こんな感じで絵を描いてます。次はこの猫口のファイルです。これによく学校でもらったプリントや手紙を入れてます。で、次はこの当たりくじで当たったこのファイルです。めっちゃ可愛い。そう、やっぱり私は推しを持ってないと学校に行けないので。で、大きい方はこんな感じです。次はここを紹介したいと思います。これは当たりくじのハンドタオルです。クロちゃんさん、そう、これは気に入っているのでもついてます。で、次は指のマスクとこのウェットティッシュを入れてます。で、次は給食とかで外すマスクを入れる袋です。クロちゃん多いね。そう、やっぱりクロちゃん好きだから、このちょっと小さめなポーチみたいなやつの中にはティッシュと絆創膏が入ってます。こんな感じで、ここのちょっと小さめなポケットのところは以上です。で、次はここのところを紹介します。ここにはやっぱり私は寒がりなので、ここの中に北海道を入れて手を温めてもらって、ここには手袋を入れてます。こんな感じもこんな感じで全部紹介しました。紹介が終わりました。りえちゃんはなんかくるみちゃんがやっぱあるから紫が多くなった。うん、きららちゃんはやっぱりピカチュウが全体的に多いから黄色とかオレンジとかが多い気がする。明るい色が好きだから雲もたくさん入れてる感じ。もうおしまい、もうおしまい。おもろいですけど、おもろいけどね、初めてって感じがいい。今日は私たちのランドセルの中身を紹介していきました。私たちのいろいろな紹介やチャレンジを紹介したいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。ディアポポとユウでした。バイバーイ。